おはようございます。ゴミ袋です。今日も子育て頑張ります。基本的に僕の寝巻きは牛柄です。あ、そういうことね。なるほどね。分かった。ようやく謎解けたわ。謎解いたっていうか、まあ、ようやく俺がすべきことが分かったわ。これから風呂掃除でーす。風呂掃除の時の基本的な格好は、牛さんをまくり上げる感じです。あったけの夢をかき集め。マジバカだな、こいつ。オス、オラ、ホモ。ということで、起きてからしばらく携帯いじって作業してました。まあ僕はね、iPhone で仕事できちゃうんで、そこら辺はいいっすよね。で、これご飯です。残飯、昨日の残り物全部食います。で、卵5、6個食べて、マグロです。はい。じゃあ、配送していく分のプロテインを詰めていこうと思います。荷物多いな。一個一個がでけえ。うまい、もう一杯。俺のベンツはいつだって美しいな。そろそろ車検に出すか。なにこれ。ということで、今夜の9時半なんですけど、僕相談しようと思ってて、またね、ゴミ袋の先輩に、まあ9時半っていうふうには予約っていうかね、予定は立ててはいたんだけど、二人の間でもね、9時半にやるって言ってたんだけど、来てないんですよね。ゴミ袋の先輩。どうしたんだろうね。いやー、ね、時間厳守でやってもらいたいけどね、遅いな。いつになったらね、来るんだろうね。本当に。もしもし。こんばんは、キチガイさん。マジで。あ、ちょっと待ってください。お、肝心の音が。いや、音がじゃねえ。どうしたんすか？ちょっと気遅れたわ、ごめん。いやいや、マジで。時間通りに来てくださいよ。いや、もう頭湧いてんのかよ、マジで。いやいや、どういうスケジュール管理してるんすか？今までお前が何してきたか、ちょっと一回振り返ってみ？いや、振り返りますけど、どういうスケジュール管理してるんですか？すごいな、お前の詰め方な、それな。ねえ、確かにね、3、4分ちょっと遅れちゃったけど、それは本当、謝るわ。子供寝かせたりとかいろいろあって、ちょっと若干遅れちゃったけど、それでそんなに言われると思わなかった。本当ごめんね。行動を改めようとしてる気あるんですか、それ。なんか文章読みながら言ってるもんね。言ってます。カンペ感すごい。そんなことない。いや、カンペラもないですよ、なんもないです。本当に反省してます？いや本当に反省してるんですか？いや、してないよ。してないですか？反省してねえよ。してないですか？じゃあいいけどって言おうと思ったのに。うるせえ、なんかもう本当に腹立ってきたわな。そうね。じゃあ。すいませんじゃねえ。やりきれよ。ああ。詰めんだったら。まったく、しょうがないです、本当に。じゃあいいけど。で、今日は何？いいけど。何今日は？ああ、はい。また相談があってですね。僕ずっと悩んでることなんですよ、昔から。多いね、悩みね。そうです、そうなんですよ。空ってなんで青いのかなと思って。なるほど。まあ、空って宇宙へと続いてるじゃないですか。で、宇宙って
黒じゃないですか、色。うん、なんで空青いのかなって思って。ナイス。俺の知識から言うとすると、太陽から地上に届く光っていうのは、届くまでに水蒸気とか塵の粒子にぶつかんのよ。そうですね。で、波長の長い赤い光は、この粒子にぶつかりにくいんだけど、波長の短い青い光っていうのは、ぶつかりやすくて散乱しやすいのよ。だから、空は青く見えるわけ。想像以上の回答ですね、これは。まあ今、ググったんだけどね、俺は。ああ、話しながら。ただ大抵の悩み解決できんのよ。ね。はい。それを検索もせずに人に答えを求めてるようじゃ、なんか多分結構そういうの多いと思うわ、良平。僕ですか。なんかちょっとした疑問、あ、ごめん、ちょっと子供泣いたわ。両辺をググんないから泣いたよ。ググんないから泣いちゃいました。ググんないから泣くのよ。赤ちゃんは。もう泣きやみました？泣きやんだ。いい声ですね。え、聞こえた？あ、聞こえましたよ。あ、ほんと？え、あ、声は聞こえないです。もちろん。何が聞こえたんだよ。病気かよ。あれ？なんか言ったっけ今。怖い。あ、いや、聞こえたっていうのは、その、ゴミ袋の先輩が、うん、今俺が言ったの聞こえたみたいな、そういうニュアンスで言ってんのかと思いました。赤ちゃんの声は聞こえてないです。いやいやいや、赤ちゃんの声は聞こえたって意図で俺は言ったわ。聞こえないっす。ちょっともう噛み合わない。殺すぞ。やめろ。あれな、それやめろ。え、な、腹立つんだよ。え、はい。震わせんな、お前。顔も震えろ、震えんだったら、お前。じゃあ、切るわ。はい。ありがとうございました、回答。うん、はい。じゃあ、今度からググってね。はい。で、解決できなかった時にだけちょっと連絡が欲しいわ。わかりました。気をつけますね。うん。はい。頼むわ。はい。愛じゃねえよ。何の間だよ、お前、これ。あ、今言おうと、え。何言おうとしたの？いや、最初からそんな演技すんじゃねえよ、クズって。いや、聞き直し。って言われる言葉じゃないわ、今のは。じゃあ。よく今普通に言えたな。何でもないです。って普通言うたら今で言うんだったら。すいません。はい。じゃあ、切りますね。うん。じゃあね。ありがとうございました。ちょっと買い出し行ってくるわ。ライブイ。ご飯です。昨日の残り物の味噌汁？味噌汁？まあいいや。あと、ペンネ 250g にミートソース。で、胸肉ワンブロック食べます。こんな感じ。うまそう！味噌汁をかき込むのも辛い。お腹いっぱいだ。でも食べなきゃいけないんですよね。まあこんな自撮りしながらやることじゃないけどさ、辛いわ。お腹いっぱい。もういらないということでね、まあ毎日少しずつ梱包の作業を進めていこうと思っております。もう朝なんだけど、これね、登録者10万人突破記念プレゼント、ゴミマイプロテイン28人分も送るんでね、毎日少しずつやっていかないといけませんね。ね、T シャツの梱包もしていくんですけど、こんなメッセージをいただきました。東京都の方からですね、ハガセブンさんのことが大好きな兄に送るので、お好きなメッセージと絵を描いていただけたら幸いです。ということで、お兄ちゃんへのプレゼントということで、ご注文なさってくださいました。お好きなメッセージと絵を描いてくださいなんていうね、結構アバウトなあれだけど、いいのかな？そんなこと俺に言っちゃって。本当に好きなのに描いちゃうよ。ということで、じゃあ描いていきましょう。愛のメッセージ書き終わりました。頭と、ん、子は若いうちに使っておけ。ハガボ。ということでお疲れ様でした。毎日ね、少しずつ T シャツとプロテインちゃんと梱包する俺、偉い。どんなにお腹いっぱいでも、どんなに眠くても、やるの偉い。うん。ということで、今日はですね、14時から車検の見積もりの予約を入れましたと。それなんでかっていうとね、最近ね、僕の車のタイヤに亀裂を発見したんですよ。ちょっと怖いじゃないですか。まあ僕のことなんで、いきなり走ってる最中にパンクするとかありえそうなんで、早めに見てもらうということで、まあタイヤ交換ね、在庫があったらしてもらいます。まああと車検の見積もり、そろそろ車検なんで、それぐらいかな。ふん。
なんもすることねえな。それ以外に用事なかったっけ？ないね。まあ、それ以外は、まあ、仕事進めるといった感じでございますわ。な感じかな。今頃、ゴミ袋の先輩、おはようございますって言って、仕事向かってるところだと思うけど、僕は寝ます。5時間ぐらいで起きたら最高だね。まあ、2時には行かなきゃいけないんで、それまでにはちゃんと起きます。ということで、おやすみ。はいはいはい、そういうことね。これが理由だったわけか。ようやく俺がすべきことが分かったわ。お前のがキモいよ。あ、せっかく今日は間に合ったっていうのに、ゴミ袋の先輩めんどくさいな。毎回あの下りやんなきゃいけないのかよ。だるいわマジ。ということで、こいつ一回マジで殺すわ。おっ、ほら、ほ、みんなおはようございます。今日ね、3時間半ぐらいでちゃんと起きました。珍しいね。10時半ぐらいから起きて、ちょっとま、ツイッターやらインスタちょっとずーっと眺めてるんですけど、昨日の夜ね、なんか小島瑠璃子さんがなんかインスタライブかなんかで、なんか筋トレを否定してるみたいなことを言ってるツイートがすごい話題になってたんで、じゃあ、ジム行くって小島さんに言ったら、なんか、プチバズってて、おーって感じ。まあそれはいいんだけど、今日はね、車検が入るんですよ、14時に。なんでそれに間に合わせるようにこれから飯とか食っていきたいなと思います。じゃあ食いましょう。ご飯の準備が整いました。パスタ 200g にミートソース、胸肉1ブロックにコーヒー牛乳、味噌汁です。ツイッターがめちゃくちゃ忙しいです。はい。もう一杯。はい。じゃあ急いで郵便局行って輸送してきます。ということで14時からね、車検の見積もりの予約があるんで、急いで遅刻しないように向かいたいと思います。絶対に遅刻できない。この草、ヨモギじゃね？ヨモギじゃね、これ。昔さ、小学生の頃、これをさ、摘んでさ、ヨモギ団子とかして食ってたわ。うわ、懐かしい。ヨモギだ。いや、めちゃくちゃピカピカになってる。今だったら舐めても大丈夫かな。さすがにね、これだけもう、子育てとか、炊事、家事、洗濯とかやってるともう、疲れますよ。全然歌う気にも、何にもならないわ。無限大な夢のエトロ、何もない世の歴史は操作いよし、思いも至る上なる気る。ということで、今日はね、5時、まぁ、ちょっと1分過ぎてるけど、5時からあの、ゴミ袋の先輩とテレビ電話の予定入れてるんで、早速呼んでみましょう。こんにちは、吉貝さん。お疲れ様です。お疲れ様ですじゃねえよ、お前は。今日間に合ってないですか？間に合ってねえだろ、お前。ちょっと1分過ぎちゃってるけどって、もう、自覚してんじゃん、1分過ぎちゃってるけどって。欲しかった。いや、聞こえねえよ、声は。欲しくないですか？晴れよ、晴れよ、声は。結構張ってますよ。欲しくないですか？あとちょっとだった。うるせえよ。惜しいとかじゃないから、もう。はい。遅刻すんならもっと大幅に遅刻しろよ、お前。1分って。ちょっと微妙でしたね。1分は、さだ。1分はじゃねえよ、全部微妙だよ、お前。何もかも。何もかも。そうですね。そうですね、じゃねえよ。今日、お仕事休みですか？そういうラフな格好ですけど。うるせえよ。いいじゃないですか。これ、これ。怒ってんすか？いや、怒ってるよ。怒ってます。それ怒ったの。あ、すいません。で、今日も相談。休みだ。営業停止だよ、うちの会社。マジですか？やば。うん。それは。やばいよ。え？ガチっすか？ガチだよ。営業停止？営業停止。おとといから。やーば、それは。じゃあ、
ずっと休み、ずっと休みというか、自宅待機ですね、うん。全然やばいと思ってないでしょ。思ってますよ。思ってる、まあ、それは後で話しましょう。そんなことよりも僕の相談の方がちょっと。悩みでマウント取りに来んなよ。でですね。最近、なんか不安になっちゃって夜一人じゃ寝れないんですよ。寝つきが悪くて。いや、もう俺が不安だよ。確かに。お前の今後の先不安だわ。確かに仕事も、営業停止になって。俺のが不安だろ、お前。そうですね。寝れてます寝れてねえよ。寝れてないですか。やばい。それはまずいですね。リアルにまずいですね。何に不安を抱えてんの、それ。夜眠れないって。嘘でしょ？嘘です。今考えました。嘘つくなよ、お前。何相談しようかなと思って。よく平気すらすら今言えたな、今。夜寝る、不安で寝れないですって。どう考えても嘘だろ。いつもぐっすりでしたね。毎日ちゃんと寝てるルーティン見てんの？ありがとうございます。3度寝ぐらいしてんだろ、1日。それはない。それはないです。今日もちゃんと起きました、1回で。3時間半で起きました。気持ちよかった？気持ちよかったですね。寝起きさっぱりで。すっきりで。殺すぞ、お前。すっきりしてんじゃねえよ。すいません。起きてる？起きてろよ。確かに、ゴミ袋の先輩は、もう、不安ですよね、これから。お前とのやりとりの不安だよ、今後の。また、明日、明後日、相談していきたい、してもらいたいんで、受けてもらいたいんで、うん、よろしくお願いしますね。はい。まあでも、そうやって相談してくるのは、俺自身もすげえ嬉しいことだわ。あ、そうよろしくな。じゃあ、最初から演技すんじゃねえよ、クズが。殺すぞ、マジで。間髪入れずに突っかかってくるんだよ。せっかく慣れてきたのに。そうだね。うん。はい。これはよろしく。じゃあよろしくお願いしますね。うるせえ。じゃあ消しますね。うん。消して早く。あれ？もしもーし。もしもーし、ゴミ袋さん。いや、声は聞こえてるけど。あれ？画面が切り替わった。いきなり。なんか聞こえます？はい、とりあえずこれ食べます。豚肉です。やべ、くそうまそう。これ記事書いてました。小島瑠璃子さんのマッチョをバカにする発言に関してっていう記事なんですけど、正直ね、こんなことね、まあ僕が口出すことじゃないし、スルーしときゃいい話なんですよ。ただのアンチだからね、あんなのに反応してピーチクパーチク言うの。まあ言い方もあると思うけど、そんなの別に僕なんとも思わないし、だから僕がゲイだからどうとか思わないとか、そういう意味じゃなくて、本当に怒ること自体無駄なことだと思う。エネルギー使ってるよ。まあそんなことをちょっと、まあ、簡単にね、1300文字ちょいにまとめました。まだ、まあサムネは設定してないけど、また後で動画撮るんで、ぜひ見てください。はい、なんだか眠たくなってきちゃった。とっても眠たくなってきちゃった。あおっす、ほらほぼ雲は湧き光あふれて天高く純白の玉鏡像飛ぶ。ということでご飯です。風呂入る前にね、友達の17ライブっていうライブ配信の動画ちょっと30分ぐらい見てたんですけど、ちょっと遅れちゃいましたね。ご飯です。ご飯です。茄子の味噌汁。で、卵を食べます。で、餃子、美味しそうですね。まあ冷凍餃子だけど。で、コーヒー牛乳です。ほい。ゴミ多すぎだろ今日。明日26度だってよ。夏日だよ。もう5月だからね。外出自粛で1ヶ月外出てなかったからほとんど実感ないけど、もう5月だよ。ピヤオということでお疲れ様でした。今日はちょっとね、早めに寝ます。早めと言っても3時半か。めっちゃ早いな。いつもより4時間ぐらい早い。3、4時間早いわ。まあ、連休始まってるんですよ。まあ、ゴールデンウィーク。まあ、世間はね。で、郵便局とか閉まっちゃうんですよ。それに伴って、プロテインの配送とか、あと、T シャツの配送、梱包っていうのも送れないんですよ。なんで、まあ、ゴールデンウィーク、本に送るっていう感じなんで、ちょっとご注文いただいてる方はすいません。送れます。これは僕のせいじゃないです。ゴールデンウィークのせいだ。ごめんね、遅れてね。楽しみ待ってて。ってな感じかな。飲むか。明日はね、8時に起きるんで、4時間半ぐらいか。は、寝ます。じゃあ、おやすみ。